で、これ両手でやっても一緒ですね。両手で切りたいときは、この上、手首の上に自分の手のひらを置いて沿わすように切ります。なので、まあ、早くやる、持たれたときにはこうやってする。こうやって持つと、まあ、ゆっくり、説明なんでゆっくりやってるんですけど、本当は早く。で、手だけでやるとこうゆっくりですね。素早くやる。素早くやるときに、手だけじゃなくて、ちょっとこう上半身のこう背筋っていうか、起立筋なんですけど、起き上がる力を利用して切ると、余計力がこううまく伝わると思うので、手の力のみでやる場合と、ちょっと上半身使ってやる場合と、あとは両手で切る場合と、こう3種類ちょっとやってみてください。